BMX、BMX、BMX BM は、BMX とは、バイシクルモトクロス、バイシクルモトクロスの略で自転車競技の一種である、ワールドカップ BMX レースはオリンピックなど、また、その競技で使われる自転車である。短距離レースやスタントに使用される車体は、構造が単純で頑丈。快適性は無視され変速機能も持たないため、長距離走行には向かない。 泥除けやスタンド、ライトなど競技に関係ない部品は装備しない。国際自転車競技連合の規定では、標準では20ホイール、クルーザーでは24ホイールと定められている。類似の車両として20ホイールを持つ、競技用自転車として、トライアルバイク、バイクトライアル三章があるが、国際自転車競技連合では別に扱われ、トライアルバイクを BMX と呼ぶことはない。 1970年代初期にアメリカ・カリフォルニア州の子供たちが20インチクルーザーバイク、自転車でモトクロスを真似たことから始まり、70年代半ばには専用のバイクを使ったレースが全米で行われようになる。他の英語圏でも広まり、1982年には初の世界選手権が開かれる。同82年の映画、ET で、 BMX が重要な小道具として登場。1983年には、ニコールキッドマン主演の BMX バンディッツ、砲台、BMX アドベンチャーという映画がオーストラリアで制作されていい。これら作品の影響もあり、80年代日本でも手頃な社格であること、シンプルな構成で価格を低減できることもあって、BMX ないしがいを、 それ風に仕立てたルック車が少年用自転車として一時流した。2008年、北京オリンピックにて正式種目に採用され、日本からは坂本明氏がただ一人代表に選出され、出場した。その経験から、2017年、日本初のプロ BMX チームガントリガーを立ち上げ、次世代の選手たちの環境を整え活動を支援している。 1982年、日本で初めての BMX フリースタイルチーム、駒沢フェイスドッグスが、駒沢公園で結成された。BMX の競技は、レースとフリースタイルの2系統に分かれている。簡単に言えばレースは速さを競うもの、フリースタイルは技を競うものである。フリースタイルが誕生した当時は、レース用の車体を使用していたが、次第に競技ごとに特化していき、 現在では1台の BMX をレースとフリースタイル両方に使用することはない。さらにフリースタイルの中でも各競技ごとに車体に特徴がある。様々な形状のジャンプ台やコーナーを含む400メートルほどのダートコースを最大8人のレーサーが一斉に走り、予選、準決勝、決勝と着順を争う。さらに年間の成績でランキングが決まり、 翌年度のプレートナンバーとなる。他の自転車競技と比べて、幼い子供でも行うことができるため、自転車競技の出発点となることも多く、ロードレースやマウンテンバイクのレーサーは、BMX レース経験者であることも多い。国際自転車競技連合、UCI の管理種目であり、オリンピック競技であるが、オリンピックでは、従来のレースのスタイルとは異なり、スパークロスと呼ばれる。 スパークロスでは15メートルを超えるジャンプが設けられていることもある。様々な技を披露し、その難易度、独創性を競う。フリースタイルはエクストリームスポーツの一つであり、X ゲームズの一種目としても知られる。大会はフィギュアスケートのような形態をとり、制限時間内で自由に技を入れていき、ジャッジによるポイントで順位を決める。また、 ストリートカルチャーの一つでもあるため、競技性を度外視して創造的なライドを楽しむという側面もある。フリースタイルはさらに一家の五種目に分類される。ただし、フラットランドを除く四種目については、競技の場所こそ違うものの技の性質はかなり近いため、複数の種目にまたがって参加する人も珍しくない。さらに、ストリートとパークは特に似ているので、 しばしば単一競技、ストリートとして扱われる。舗装された平らな地面を舞台とする種目。比較的狭い面積内をゆっくりと走行しながらバランスを取りつつ様々な技を連続して入れていく。車輪の左右に装備された四本のペグに乗り、ハンドルやシートを様々な体勢で保持し、タイヤを靴底でするなどして、あたかも自転車とダンスをしているかのように巧みに、 乗りこなす。X ゲームズの一種目だったが、現在は廃止。スケートパークという専用の施設で行われる。名前の通り、もともとは、スケート、SK8、インライン用の施設であるが、BMX のフリースタイルライディングでも使用されるようになる。クォーター、ピラミッドなどの大きなセクションでダイナミックにエアを決める。コンクリートパークでのライディングも人気がある。 BMX はスケートボードに比べて重く、金属の突起も多いため、セクションの破損を嫌って、BMX 禁止とするパークもある。現在 XGames の一種目。また2016年より UCI の管理種目となっている。パークと区別するためにリアルストリートと呼ばれることがある。フリースタイルの元祖は、クォーター等を使ったスタント的なものだったが、 BMX がストリートカルチャーの形で大衆に広まったとで生まれたライディングスタイルである。パークセクションの代わりに街中にある園籍、手すり、壁などの地形や構造物を利用し思いつくままに技をしていく。具体的には段差を利用して飛んだり、壁を走ったり、階段の手すりにペグを引っ掛けて滑ったりする。注意、建造物を損、破壊した場合、 鬼没損壊罪開催に問われることがある。現在 X ゲームズの一種目、ダートジャンプとも呼ばれる。地面を掘り起こして大きなコブを多数作った土のコース、トレールで連続してジャンプし空中で技を披露する競技。土のコースを使用する点はレースと共通であるが、レースのコブは障害物の一つであるのに対し、トレールのコブは空中へ高く飛び出すためのジャンプ台であり、 角度が急である。X ゲームズの一種目だったが、現在は廃止。バートランプと呼ばれる巨大なハーフパイプ、U 字型に組まれた大きな台の中を、ブランコのように往復してその勢いで台から上空へ飛び出し、その時に空中で技を繰り出す競技。おそらく、フリースタイルの中でも一番危険で、恐怖感も大きいために、世界的に見ても、競技人口は少ない。 現在 x ゲームズの一種目。10メートルにもなる巨大なジャンプで様々な技を披露し、その難易度、独創性を競う競技。現在 x ゲームズの一種目。フリースタイル BMX の黎明期1980年代の、車体とトリックを模倣したスタイル。競技ではないが一定の支持層がいる。当時の本物のパーツを収集して楽しむ。 BMX マニアだけでなく、一部の若者の間で、ファッションとして人気がある。BMX バイク、BMX バイクには、強度が求められ、マウンテンバイクと並び最も頑丈な自転車である。車体は、特徴別に、レース、フラットランド、ストリート系と分別でき、一般に後者ほど頑丈である。その独特の操作法ゆえ、ペグ、ジャイロ、 フリーコースターハブ等他の自転車にない独自のパーツが複数存在する。どのジャンルでも車体の軽量さが求められ、強度を落とさずに軽量化するために、各パーツの形や材質に様々な工夫が凝らされている。BMX 競技者はメーカーによる完成車ではなく、フレームから組み上げた車体に乗っていることが多い。これはより自分の体に合った車体に乗ることで技術を 向上させたり、見た目の個性を強調したりするためである。また、BMX は、その使用法の激しさから、消耗パーツが多く、また消耗品でない本体のパーツが壊れることも多い。オーソドックスなダイヤモンド形状のフレームを採用している。ただし、フラットランド用のフレームは、ダウンチューブが内側に湾曲したり、 複数のパイプを溶接したりといった独特な形状が、差は。これは、ダウンチューブと前タイヤの間や、トップチューブ上にスペースを確保するための、フラットランド特有の形状である。ヘッドセットは、オーバーサイズのインテグラルタイプ、41.8、X45 がほとんどである。BMX は、変速機を持たない、シングルスピードが基本であるため、リアエンドは、トラックエンドである。 エンド幅は 110mm、ハブ軸受け部の開口幅は 14mm と3、8インチ、110mm がある。フレーム素材は強度を重視し黒森コーンが主流だが、レーサーではアルミ合金やカーボン、チタンもある。安い完成車には、配点がよく使われるが、強度と重量で黒森に劣っている。フレームのジオメトリは主に、トップチューブ調 TT、TTL、 チェーンステ定長、CSL、ヘッド角、HA、シート角、SCA、BB ハイト、スタックハイトで決定される。レースフレームや、ストリートフレームとフラットフレームの決定的な違いは、TTL と CSL であり、レースは、TTL20.5 から21.75、CSL14.5 から15.5と長く、ストリートは、TTL20 から21.5、 CSL13 から14.5程度なのに対してフラットは TTL18 から19.5、CSL12 から13.5程度と小型である。フレームのサイズは基本的に TTL で考え、慎重に比例して長い TT を選ぶのが一般的で、その他のジオメトリは好みで選ばれる。BMX のフロントフォークはすべてサスペンションのないリジットフォークである。 コラム径1から1、8インチ、128.6ミ、mm、リメートルのスレッドレスタイプ。エンド幅は他のほとんどの自転車と共通の100ミリメートル。ハブ軸受け部の開口幅はフレームのリアエンド同様14ミリメートルと3、8インチの2種類がある。レース用と一部のフリースタイル用フォークでは、前ブレーキの取り付けを想定しておらず、はじめからブレーキ台座がついていない。 素材はフリースタイルでは黒森光のみ。レーサーでは黒森光に加え、カーボンのブレードをアルミのクラウンで支えたものもよく用いられる。フォークオフセットはフラットが0から 20mm 程度、その他フリースタイルと、レースでは25から 35mm 程度が一般的。BMX は車高が低いため、一いライズにクロスバーと呼ばれる支え棒が入った。 独自形状のハンドルバーが使用される。素材は黒森鋼が一般的であるが、アルミやチタンなどもある。ハンドルバーを構成するパイプの本数によって2ピース、4ピース、8ピースなどがある。フラットランドではハンドル幅をより狭められる4ピースや8ピース、その他の競技では2ピースが好まれる。ピース数が多いと硬く、少ないほどしなりが出る。 パイプの直径は 22.2mm で統一されている。グリップは伝統的にフランジ、襟巻きのついた独特な形状のものを使用する。BMX 用グリップは大抵両側に穴が開いており、ハンドルバー端の保護のためにプラスチック、または金属製のエンドキャップ、バーエンドをかぶせる。ステムはハンドルクランプミ 22.2mm。 コラムクランプ径1から1、8インチ、128.6ミ、mm、リメートルのアヘッドステム。BMX 用ステムに求められるのは、頑丈さと強いクランプ、ある程度の軽量差である。突き出しはフラットで25から35ミリメートル程度、その他フリースタイルと、レースでは45から55ミリメートル程度が、一般的で、フラット専用に例オフセットステムやステムとバーを一体化し、 オフセットを小さく取ったバーもある。ステムの形状として、フロントロード、トップロード等があり、ステムの選択によるハンドルの高さの調節も可能だが、ハンドルの高さは、ハンドル自体のライズとヘッドスペーサーで調節することが多く、ステムの形は好みで選ばれることが多い。素材は全てアルミ。BMX のシート、サドルの用途は等である。 長時間座り続けることはまずないので、快適性はあまり考えられていない固めのものが多く、それよりも、点灯時を想定した強度、対摩耗性とシート裏のつかみや厚い形状が重視されていい。破れにくいように表面を、ケブラーで覆ったものや、クッションも皮張りも全くないプラスチックボディだけのシートなどもある。シートの固定方法は、 伝統的なレールと櫓を用いるものとピボタル、方式のものが主流。ピボタル、ピベトルとは、マクニール社が開発した固定方式で、構造のシンプルさと、軽量左右へ発売後、急速に及ぼした。ピボタル方式のサドルは専用のシートポストと、組み合わせる必要があり、レール式のものとは、互換していない。サドル下とポスト上端にある、波状面を噛み合わせ。 サドル上面の穴から内部を貫通した一本のボルトによってポストに固定する。シートポストの小道はストリートでは25.4ミ、mm、リメートルでアルミ製のものがほとんどである。フラットではシートを掴むことが多いのでシートポストを長く取っていることが多い。その他のフリースタイルでは技の最中に膝等がシートに当たることを嫌いシートを非常に低くするスタイルが多い。 クランクは黒森効果アルミの3ピースが主流。以前は1ピースも多かったが、現在はほとんど見られなくなった。クランクの軸、スピンドルの太さは 19mm と 22mm の2規格に絞られており、このスピンドル計さえ同じならば他メーカーでも互換性がある場合が多い。レーサーではマウンテンバイクのクランクもよく流用される。クランク長は フラットランドでは135から1 6 5ト、mm、ル程度から好みで選ばれる。その他のフリースタイルとレースでは170から1 8 0ト、mm、ル程度が一般的である。通常の自転車ではクランクが一体になったチェーンリングという部品があるが BMX ではクランクとフロントスプロケットは完全に個別の部品になっている。PCD も統一されており、 互換性が非常に高い。フロントスプロケットは BMX の顔とも言える部分で趣向を凝らした様々なデザインの製品がある。1990年代まではレース、ストリートともに波数は 40t 前後と巨大で鉄板そのものの極めて重いものが使用されていた。2000年代に入ると車体の軽量化が進み素材はアルミにストリートではスペース的利点からも より小型のスプロケットが好まれるようになる。フリースタイルでは QT のリアコグドライバーが一般化し、フラットでは18から 25T 程度、その他フリースタイルでは23から 28T 程度のスプロケットを合わせることが多い。レースではペダリングのスムーズさを重視し大きなスプロケットが好まれている。BMX のボトムブラケット BB は現在以下の4種類が存在する。 また BMX のクランク軸の太さは 19mm と 22mm の2種類があり、各 BB のベアリング内径もこれに合わせて2種類用意されている。アメリカン BB がアルミのカップを採用しているのは、圧入時の変形をカップで吸収するためである。ベアリングを直接 BB シェルに圧入するタイプは、BB シェルに対して高い加工精度を要求する。 しかし、実際に、そのような精度で加工されたフレームは少なく、新品の BB でも圧入直後から回転が悪くなってしまうことがあるため、BB 圧入の際に、専門工具による BB シェルのリーマ加工を行い、精度を確保することがある。チェーンは、シングルスピード、固定ギア用の1、2、1、8サイズを使用する。軽快車用の安価なチェーンが使用できるが、 カラーチェーンや激しいライディングでのダメージを考慮した高強度チェーンも多く出ている。トラックエンドを持つ BMX では五輪軸を前後に動かすことによって車体を扱いやすいようにリアセンター長 BB 後輪軸の距離を調節する。この時半コマや1.5コマと呼ばれる特殊なコマをチェーンに組み込むことがある。これらの部品を使うとチェーン長を半コマ刻みに設定でき。 微妙なリアセンター調調整が可能になる。またすべてのコマが半コマからなるチェーンも存在する。BMX のペダルにはクリップ力、耐久性、軽さ等が要求される。素材にはアルミ、プラスチック、ポリカーボネート等がある。ベアリングは安価なボールベアリングとメンテナンスフリーなシードがある。形はフラットペダルで、 グリップ力と耐久性を得るため様々な形状をしており、踏み面は広い。クランクに固定するネジの小道は9、16インチと1、2インチの2種類がある。前者は3ピースクランク用、後者は1ピースクランク用だが、1ピースクランクの衰退に伴い1、2はあまり生産されなくなった。フラットでは、 ペグの上に乗っていることがほとんどなので、ペダルは軽量なプラスチック製が好まれる。ストリートでは強度、クリップ力、価格等のバランスがいいアルミ製が主流であったが、オデッセイ社のツイステッド PC ペダルの流行をきっかけにプラスチックペダルが主流になった。プラスチックペダルの特徴として等があり、金属ペダルの場合は等の特徴がある。 トレールでのライディングでは土や泥によるグリップの低下を防ぐため金属ペダルを使用するのが一般的である。レースにおいてはスピードを競うため島の社の SPD に代表されるクリップレスペダルが主流である。BMX のホイール、車輪は20インチである。24.26インチホイールの BMX、MTBMX もあるが、これはクルーザーと呼ばれ区別される。 大部分が手組みによるスポークホイールである。コンポジット、成形プラスチックホイールも少数あるが、これはファッション性を重視したもので、重いため競技には向かない。スポークの組み方は強度の保たれる6本組、8本組が普通。フラットランドでは、たわみの少ないラジアル組を選択することもある。スポーク数は36本が最も多く、テンションを重視する。 フラットランドで48本が使われたり、軽量化のためにフロントに32本や28本を選択する場合もある。ロードバイクや MTB のようにメーカーが自社部品のみで完成したホイールは一般的ではなく、ユーザーがハブリムスポークニップルを自由に選んで組み合わせる。BMX のブレーキは右が後ろ、左が前とするのが一般的で、 普通の自転車とは逆である。レースでは V ブレーキが用いられる。前ブレーキは必要ないので後輪だけについている。フリースタイルでは U ブレーキ、センタープルブレーキを採用する。競技と個人のスタイルにより前後のブレーキの有無は様々である。車体をより軽量にするため必要がない場合はブレーキを取り外すことが多く、ブレーキレスのライダーも多いが、 公道で自転車として使用する場合はブレーキをつけなければ道路交通法違反取る。フリースタイルでは引っかかってミスの原因となりやすい車体の突起物を極力減らさなければならず、後ろブレーキはフレームのリア三角の内側につくという特徴がある。フリースタイル、特にフラットランドではハンドルを自由に回転させる必要があるためフロントブレーキワイヤーは フォークのコラムの中を通し、回転の際絡まないようにする。リアブレーキを使用する場合は、ジャイロと呼ばれる機構で、ケーブルの絡みを防ぐ。フラットランド以外の競技では、ハンドルは1回転できれば、良しとするスタイルも多く、その場合は、リアのブレーキワイヤーを1本引きにし、ハンドル前方に飛び出すように長く取る。フリースタイル専用部品。 アメリカの BMX パーツメーカーをーデッセイ社が開発したシステム。ジャイロは商標登録名でパーツはデタングラーと呼ぶ。BMX といえばくるくる回るハンドルをイメージする人も多いが、この時に後ブレーキのワイヤーが絡まないようにするための仕組み。途中で二股に分かれるブレーキワイヤーとステム下にある二重リングの組み合わせで回転を吸収する。 後ろブレーキのワイヤーを長く取ることでもハンドルの回転に対応できることやブレーキレススタイルの流行によってジャイロは特にストリートパークで減りつつある。またジャイロにはブレーキの感度が鈍くなる、車体の重量が増すというデメリットがある。フリースタイル専用部品。長さ10センチメートルほどの金属パイプで前後輪のハブ軸の左右に取り付ける。フリースタイルの中でも特に ストリートパークとフラットランドで使用するが、この2種では、使用方法も材質も全く異なる。ストリートパークでは、縁石やパイプなどに引っ掛けて滑ることを目的としており、強度と摩擦抵抗の少なさが重視される。材質は、黒リが一般的で、より軽いチタンが使われることもある。主にパーク専用として、アルミやプラスチック製のペグもある。滑りを良くするために、 表面は滑らかにされている。フラットランドのペグは足場として踏んだり手で掴むことが目的なのでグリップと握りやすい形状が第一に求められ強度はそれほど必ずでない。このため軽量で加工のしやすいアルミやプラスチックが用いられ滑らないように表面にローレット加工がされている場合が多い。取り付ける本数についてはフラットランドは4本。 ストリートパークは左右どちらか片側のみ2本が多いが、スタイル次第で特に決まりはない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。